皆さん、こんにちは。アフタービーのミュージックスクールギターコーポレーションの滝沢でございます。今回の動画では、右手に焦点を絞ってお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、つまりはピッキングですね。ピッキングの話を、させていただこうかなと思います。まあ、この動画をご覧いただいている皆様は、そのピッキングにこう悩み事とは言わないですけれども、まあ、すでにこの困っていることとか、なんかこう突っかかっていることとか、いろいろあったりするかと思うんですが、例えばそのピッキングが単純に速くならないとか、ピッキングがリズムに合わせられないとか、ピッキングに腰が出ないとか、あと、まあ、このピック自体が回ってしまったりか、落ちてしまったりとか、まあ、そんな方結構多いかと思うんですけれども、どうでしょうか。まあ、そんな悩みをこうババババッと解決していくような練習方法を今回は皆様にご紹介させていただいて、一緒に上手くなっていこうかなと思いますので、ぜひ一緒に練習してギター上達していきましょう。わいというそんな感じの動画でございます。ではでは、早速なんですけれども、ギターを構えていただいて、一緒に練習を始めていきましょう。とりあえず、その皆さんに何を練習してほしいかといいますと、これはまた別にそんな特別な秘密があるわけではなくて、平たく言っちゃうと、平たく言ってしまえば、1弦を連打するだけです。ひたすらこれを連打。でも、連打といっても、そのオルタネートピッキング、必ずダウンとアップのこの交互のピッキングで連打をしていきます。例えば、ちょっとやってみていいですか。とりあえずやってみていいですか。その1弦をひたすら、このダウンとアップでこう連打をしてみてください。おいおい、こんなんで本当に上手くなるのかよっていうふうに思うかもしれませんけども、ちょっと騙されたと思って、その辺は、5分、10分ぐらいちょっと時間をください。騙されたと思って大丈夫です。ちゃんと理由がありますから、後ほど説明します。とりあえず1弦をひたすらこう連打をしていくと。できる限りその自分の限界に近いテンポまで上げていただけると嬉しいですね。例えば、このぐらいが、もうすでに速いよという方でしたら、もっと遅くても大丈夫ですし、まだまだいけるぜという方だったら、もっと速くしろ。大丈夫です。とりあえず、こんな感じでしばらくこの1弦をこう、ね、パラ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 パッと弾いて、この1弦を連打することに対して、ちょっと慣れていただけると嬉しいです。これがまあ第1段階。全然何も考えずにひたすらバラ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 と弾いているだけで OK です。これが第1段階。で、第2段階として、ただ単純に連打をするのではなくて、左手でリズムを取りながら連打をしていきます。どんな感じでやっていくかというと、こんな感じで4つずつ、タカ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 タンという感じで区切っていきます。最初、ダウンピッキングから左手のこの膝叩きがスタートして、タカ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 。うまく合わないよという人は、とりあえずすごいゆっくりからスタートしてみてください。トイッ、ツッ、ホイッ。で、まだまだいけるぜという方は、これをどんどん速く。タカ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 。まあ、こんな感じで自分のできる限りの速さまでちょっと進めていただけると嬉しいかなという感じです。とりあえず一つの目安として、この動きを5分、10分続けたとしてもいけるくらい、まあ、余裕を持っている範囲の速さという感じでしょうか。もうすごい体中がもうガッチガチに固まって、みたいな感じで30秒ぐらいやったらもうすぐ疲れちゃってもうダメだっていうふうにならないように5分、10分続けたとしても、まあ、まだまだいけるかなと。余裕が持てる範囲の速さでやっていただけると良いかなと思います。で、この第2段階、これが第2段階なんですけれども、もしメトロノームをお持ちの方は、この第2段階を素晴らしい第2段階にすることができます。もしメトロノームを持っていない方がいらっしゃったとしても、最近こういうスマートフォンとかでね、そのダウンアプリを、メトロノームアプリをダウンロードすることができるので、こういうのも全然十分です。僕はこのスマートフォンではメトロノームプロっていう、アプリを使っているんですけれども、まあ、これは有料ですが、無料のアプリでも何でもいいです。本当もなんか適当にメトロノームって検索をして、ちょっと適当なものをなんか2、3個ダウンロードしてみて、自分の使いやすいものを用意してみてください。もちろん、実機のメトロノームでも大丈夫です。カチンコチン、カチカチンっていう、これはちょっと NG なんですけれども、デジタルのメトロノームだったらもう何でも OK です。で、これを使って、どう第2段階を素晴らしい第2段階にしていくかというと、このタップ機能を使っていくんですね。左膝とかにこのメトロノームを置いておいて、連打をしながら。こんな感じでそのタップボタンというものを叩いていくと、おおよその BPM を割り出すことができるんですよ。
で、1回これを設定したら、BPM を設定したら、それを鳴らしてみて、みたいな感じで、自分の限界値を数値で知ることができるわけですよね。これ、なんでいいかっていうと、そのメトロノーム使ってないで練習したりとかしていると、その自分でどのくらい上手くなったとか、どのくらい速くなったかみたいなのが全然わからなくなっちゃうんですよ。単純に初めてこの練習をしたときにテンポが120でしたと。で、そこからこう毎日毎日練習して、1週間後に140とかになってたら、おお、俺20上がったのかって実感するじゃないですか。でも、メトロノームがなかったりとかすると、なんか速くなったような気がするけど、俺は上手くなってるのかなみたいな感じで。なかなかこのモチベーションアップが難しいところが出てきてしまうので、メトロノームを使った練習、とてもお勧めでございます。もしよかったら、実機を買ってみたりとか、iPhone アプリとか、Android アプリとかをダウンロードしてみてくださいませ。これが、まあ、とりあえず第2段階という感じです。で、この第1段階、第2段階、これがその準備段階なんですけれども、どうでしょうか、ついてこれてますでしょうか。もし、ちょっと竹田さん、喋るのが早すぎてついていけてねえよという方は、一回その停止ボタン、一時停止ボタンを押してみたりとか、まあ、ビデオを巻き戻したりとかして、このね、しっかりと一緒に練習できるように整えていただけると、ついてきていただけると嬉しいんですけれども、どうでしょうか。第1段階はとりあえず連打する。そして第2段階は4つずつ。連打をするという感じです。このダウンと左手のこの膝叩きが必ずリンクするように練習をしてください。これが合わなかったら、全然第2段階は成り立っておりません。で、もしメトロノームを持っている方でしたら、この左手をなんかタップボタンに、切り替えてやってみるという感じでございます。で、この2つの準備段階を経ましたら、いよいよここからがこの練習、今回紹介させていただく練習の本番でございます。これは、なんだろう、テストみたいな感じでした。テストみたいな感じです。やっていただきたい練習は3つあるんですよ。間違えた。まず1つ目、ずっと1弦だけを繰り返すもの。ずっと1弦。まあ、さっきのその第2段階の練習と全く一緒ですね。左手でこの手を叩きながら、ずっと1弦の音を弾いていくと。で、2つ目の練習としては、1弦と2弦を4つずつ弾いていくという練習です。1弦と2弦を4つ。どんな感じかっていうと、左手とこうまた膝を叩きながら、こんな感じです。どうですか、ちょっとやってみて。どうでしょう、意外と難しくないですか。多くの方はその4つずつのタカ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 っていうその後ろの4つ目の音をおろそかにしてしまいがちなんですよ。タカ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 じゃなくて、タカタン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 って感じになっちゃいがちなんですね。ちょっとやってみると。こんな感じ。そうじゃなくて、ちゃんと4つ。こんな感じで、ちょっと4つ目をしっかり弾く意識を持って練習をしてみてくださいませ。で、これに慣れてきたならば、できるだけ1の時の、なんていうのかな、1の時の速さに近づけていくと。もちろん、その1の一番練習のずっと1弦を弾いている時のテンポの方が絶対速いと思うんですよ。けど、この2番練習も1番練習の時みたいに、この同じ速度で弾けるようにこうずっとこう、ね、繰り返していくわけですね。ゆくゆくはこれがリンクするというか、ほぼ同じ速度で弾ける日が来ると思うんですが、それまではちょっとこう練習という感じでございます。4つ。とりあえず話を進めていきましょう。で、この3つ目の練習としては、同じような感じで1弦と2弦を2つずつ弾いていきます。これが難しい。これがなかなかどうして難しい。すでにこう左手とリンクさせて4つずつ弾いているので、2個ずつこの交互に。なんて感じで弾くのがなかなか難しいと思います。なんかちょっとパッと見た感じ、僕はすごい簡単そうにやっているから、あ、できるかななんてチャレンジしてみると思うんですけれども、意外とやってみると、
難しくないですか。おお、2つずつ、右手がすげえ混乱するみたいな感じになると思うんですが、どうでしょう。こんな感じで、この3つの1番練習、2番練習、3番練習と今僕は呼びましたけれども、3つの練習をちょっとやってみていただけると嬉しいです。この1番練習のときのテンポを100としたならば、この2番練習のまず仮の目標というか、まずの目標は 90% ですね。90% です。で、3番練習のまずの目標としては 80%。いずれはこの 90% がもっとね、うまくなって 100% に近づいていくと思うんですけれども、そうしたときにはこの1番のこの100の数字が110とか120とかになっていると思うんですよ。そうするとまたこの、ね、2番と3番もさらにこの速くしなければいけないというそのスパイラルに陥るわけなんですけれども、そんな感じでこう全体的に、総合的に、どんどんテンポアップを目指していただけるとうれしいなという感じです。例えば、僕は今さっきタップしてみたら、テンポ、BPM が208で出たんですけれども、まあ、208の8、とりあえず200だとして、90% ということは180。に設定をして、4つずつ。パカン。弾いてみると。で、3番練習に関しても80%、160にして、2つずつ。弾いてみると。で、これが余裕になってきたならば、どんどんテンポを速くしていってほしいんですが、こっちのテンポが100になったならば、1番はどういうわけか120か130になっていると、そんな感じでこう、ね、いつまでたってもここはリンクしねえみたいな日になってくるんですけど、そんな感じで全体的にこうバババッとテンポアップをしていただけると、すごく嬉しいなという感じです。まあ、今、僕はそのメトロノームを使った練習をお勧めさせていただきましたけれども、メトロノームを用意するのが面倒くさいというときでも、全然メトロノーム使わなくて大丈夫です。もしそういうのが出てきたら、なんていうのかな。メトロノームを用意するのがめんどくせえという時が来たならば、そのときはそのときでメトロノームを使わなくても大丈夫です。もう普通にこうテレビとかボケーとしながら、こうなんかこう眺めたりとか、誰かと話したりとかしながら。もしくはその、ね、友達なんか3人くらい囲んで、自分と友達2人なんかこう一緒にこうなって、でこうちょっと異様な集団ですけれども、左手こう、ね、お互い叩きながらどこまでいけるかみたいな感じで勝負ごとしてみてもすごく面白いなと思いますし、とりあえずこの右手でひたすらこう弦を連打していくというような練習法でございます。すごいもう一見、そんなことで上手くなるわけないじゃんねって思うかもしれないんですけれども、とりあえずまあ騙されたと思って、1週間、2週間くらい続けてみていただけると嬉しいです。まあ、必ず効果がありますので、ぜひともやってみてチャレンジしてみていただければという感じでしょうか。なんとなくやり方は分かりましたかね。第1段階としては、ひたすら弦を練習して、で、それに慣れてきたならば、4つ打つ。左手でこう膝とかを叩きながら、連打をしていくと。で、それが終わったならば、本番1番練習としては、ずっと1弦を。弾いていくということで、2番練習としては1弦と2弦を4つ打つ。で、3番練習としては1弦と2弦を2つずつ。で、それを100だとしたらば90、80を目標にして、目標の BPM として、どん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 この、ね、BPM の底上げを図っていくというような感じでございます。まあ、すごいシンプルな練習方法なんですぐ取り掛かれるかと思います。ぜひトライをしてみてください。で、こんな練習、なんでこんな練習をするかというと、大体そのリズムが悪いとか、そのピックが落ちるとか、ピックが回るとかに関してもそうですし、あとその単純に速くならないとかに関しては、大体そのピッキングのバランスが悪い場合がほとんどなんですよ。そのピックの形状とか材質とか、まあ、もちろんそういったこともあるんですけれども、テクニックが何たらかんたらって、もう平たく言っちゃえばバランスが悪い、もうこれに限るんですよね。例えば、これを弦だとしてこうピッキングをバババッとしていくわけじゃないですか。で、ゆっくりなテンポだったら、もう誰が、もう誰もがもうピックが回っちゃったり、ピックが落ちたりとかしないと思うんですよ。すごいゆっくり。ほい、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 なんて、こんなテンポで1弦連打してたら、別に、ね、ここからおお、コロコロコロってピックが落ちちゃったりとかしないじゃないですか。けど、その自分が、ね、この無理な速さというか、限界値を超えた速さになってくると、バランスが悪くなってきて、そのピッキングが悪くなったりとか、リズムが合わなくなったりとか、ピックが落ちちゃったりとかするわけなんですよね。ゆっくりなときと、
全く同じピッキングを速くなってもできるようにすると。これがこの練習の目的でございます。もちろん、この練習をするにあたって、そのピッキングの角度は準ピッキングだと、あれでなんか平行アングルだとなんとかかんとかっていろいろあるんですけれども、とりあえず一番念頭に置いていただきたいのは、バランスよく、そして楽に弾くこと。これを守っていただきたいです。もう体中、力がバババッと入ってて、バキ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 じゃなくて、5分、10分とか続けても楽なぐらい、もう体をリラックスさせて弾くこと。大体リラックスして弾けていれば、もうフォームがいいフォームになっていることがほとんどなので、無理をせずにバランスよく弾くこと。これがとても大事です。で、そんなのをひたすら繰り返していくと、気がつけばこのピックが回る回数なんか減ってきたなとか、ピックが落ちることがなくなってきたなとか、もう単純にピッキングが速くなってきたなというのもあると思いますし、リズムが取れるようになってきたというのもあると思いますし、もう自分で言ってはなんですけども、いいことずくめな練習なので、ぜひともトライをしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。頑張って練習をして上手くなっていきましょう。それではさようなら。